はいどうも、いよとりです。今回は桜味クッキーのおすすめトッピングについてのお話です。で、早速本題に入ると僕がおすすめだなと思うのは、ラズベリーもしくはチョコチップですかね。で、ちょっと上級向けの話になると、ラズベリーとチョコチップの組み合わせというものもいいんじゃないかなと思いますね。で、まずラズベリーフルセットの方ですが、純粋に火力アップですね。奇襲型で全体攻撃で、さらには、 クッキー以外には追加ダメージも与えるよという能力を持っておりますので、基本的には攻撃よりのスキルなので、まあ、純粋にね、ラズベリーがいいのかなと。で、もう一つね、チョコチップがいいんじゃないかっていうお話なんですが、攻撃よりの奇襲型で、まあ、ダメージをいっぱい与えますよみたいな感じ全体に与えますよっていう感じで、攻撃よりのスキルではあるんですが、とは言っても、他のね、他の全体攻撃で効果力を与えるクッキーとかと、例えば、まあ、分かりやすいところでいくと海とかフロストとかと比べると、 気絶とか、氷結とか、そういった敵の動きを封じる系の能力もありませんし、でクールタイムも17秒、海の妖精と全く一緒ですね。って考えると、まあ、そこまでなんか攻撃に重きを置くこともないんじゃないかなっていうのも思います。でもどうしてもね、若干劣るような。 うん、気がするんですよね。ということであれば、完全に火力重視ということではなくて、この桜味クッキーのもう一つの効果ですね。味方の攻撃力増加のバフ。この効果を高回転で回して味方の火力アップ、プラスダメージも少し与えますよ、みたいな役割でも悪くないんじゃないかなと思ってます。で、このバフが10個までついて最大で25%まで上がるってことなんですけれども、ただアリーナとかだと、基本的に召喚獣とかがいなければ、5体にしか1回のスキルで当たらないので、 ここしか蓄積されないので、それだとちょっと微妙かなとは思うんですが、ワールド探検とか戦域とかカオスの塔とか、そういったところね、場所によっては大量の敵が10体ぐらいこうなんかワンケーキとか出てくるところとかあると思うんですけど、そういうところでスキルを一気に使うと、味方全体の攻撃力を一気に25%上げることができて、で、まあそんなようなことをずっと高回転でチョコシップをつけることによって、スキルを高回転で回すことによって、 で、桜味クッキー自体の火力は少し下がるけども、他の例えば味方のフロスト、海、エクレアコットンとか、そういったクッキーたちの火力を上げて、チーム全体の火力を上げましょうねっていう使い方でもいいんじゃないかなと思います。かなり難しいですよね。火力が決して弱いわけでもないから、ラズベリーつけたいっていのもあるし、だけど、まあ、他の強いクッキー入れて、そのサポートプラス全体攻撃を、まあちょっとね、 え、サブ的な効果で行うっていう感じで、桜味クッキーをチョコチップで使うのもいいしっていう感じでね、非常に難しいなとは思っているのですが、ま、とりあえず、この二つが無難なところかなとは思っています。で、もう一つが組み合わせですね。ラズベリーとチョコチップの組み合わせ。これもね、悪くないんじゃないかなと。アリーナで使うこともそんなにはないとは思うんですけども、特にアリーナでもし使うのであれば、この桜味クッキーのスキルを他のクッキーたちよりも、 ちょっと早く使っておきたいなっていうところはあると思います。ってなると、桜味クッキー、この17秒ですと、基本的に開始タイムが5秒となっております。これを4秒にすることができるのが、クールタイムが11.8%数値でついていると、開始タイムを4秒にすることができるので、まあまあ、あの、なんとなくわかる方は、海の妖精のクールタイムの調整をやってるようなイメージで、この桜味クッキーにトッピングをつけても、 それはそれでいいんじゃないかなと思ってます。火力をマックスに上げるわけではないけど、まあ、例えばラズベリー3つ、チョコチップ2つ。で、トッピングが結構ね、サブ効果でガチ出ている方は、ラズベリー4つ、チョコチップ1つ。で、クールタイム 11.、11.8%以上をつけて、開始タイムを4秒にして運用していく、使っていくっていうのもありかなと思ってます。まあ、そこが一番僕はバランスがいいのかなと。完全火力よりというわけではなくって、クールタイムと火力両方とも、 まあちょっとね、付けていきますよ、みたいな。そんな感じのがね、結局バランスがいいんじゃないかなと僕は思ってます。アリーナ以外とかだったら別にそんなに気にすることもないかなとは思うんですけども。スキルは別にオートじゃなくて手動で発動することもできるから別にまあ 桜地クッキーを最初に使ってで、その後に他のクッキーを使うってことができるから、まあ別にそこはそこまでかなというところもあるんですけども、まあまあそういった理由からこのラズベリーとチョコチップの組み合わせっていうのも悪くないんじゃないかなと思っております。で、今回ダメージ減少をおすすめには入れていないんですけども、基本的にやっぱりいろんな方の投稿とかお話を聞いたりする感じ、あんまりアリーナ向けではないなと、探検とか、 そういったところに向いているクッキーだなってなると、であればまあ後方のクッキーですし、そこまでダメージ減少を積まなくてもやっていけるクッキーなのかなと。例えばこれエピソード14の1なんですけども、僕コットン味クッキー、こういうところで使うときはこんな感じでダメージ減少そもそも入れてませんので、なんでかって言ったら別にダメージ減少を入れなくてもそんなに影響がないというか。なので桜味クッキーもこれでワールド探検とかで使うときは、後ろのクッキーなのでそこまで 影響がないかなとは思うので、ダメージ減少をね、ダメージ減少のトッピングをフルでつけてとかって使う必要はないんじゃないかなと思ってます。ただ、もしこの桜味クッキーを今アリーナで使うっていうことであれば、ダメージ減少も選択に入ってくるのではないかなと。というのも、今のアリーナもなんか火力がね、すごい強くてね、僕とかもそうなんですけど、基本的にはみんなダメージ減少つけてます。 で、時間が1分を切ったところで火力上がりますよね。まあ、そこからが勝負みたいな、そんな感じのね、トッピングになっておりますので、今ここで桜味クッキー、奇襲型の桜味クッキーをラズベリーフルセットとかチョコチップフルセットで使っても、なんかもうフロストとか海とか、まあ、その他マドレーヌとか黒糖とか、まあ、いろんなね、火力の高いクッキーに結局すぐやられておしまいかなって思っちゃうので、もし仮にアリーナで使うっていうことがあれば、ダメージ減少、アーモンドの フルセットとか、まちょっとつけるとか、そういったこともありかなと思ってます。ということで、桜味クッキー、アリーナ向きのクッキーではないなっていうところから、基本的なおすすめとしては、ラズベリーチョコチップというものをおすすめさせていただきました。ただ、もしアリーナで使いたいっていうことであれば、ダメージ減少もね、うん、ちょっとすぐにやられてしまうということであればケ、ラズベリーかチョコチップ、もしくはこれらの組み合わせ。 が、おすすめなんじゃないかなと思います。理由としては、基本的にはアリーナでそんなに使う感じのクッキーではなくて、探検とか、そういったところで使うので、ダメージ減少をね、そこまで意識しなくてもいい。ということであれば、純粋に火力を上げたり、高回転でスキルを回したりとか、そういったことをして味方のサポートをしたり、敵にダメージを与えたり、っていうのが、いい使い方なんじゃないかな、使いやすい使い方なんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。もしよければね、参考にしていただければ嬉しいなと思います。ご視聴ありがとうございました。